はい、皆さんこんにちは。ビッグエンジェルのエリピオです。はい、今日はですね、本チャンネルでカップ焼きそばを10個食べたら何味になるのかっていう動画をやったと思うんですけど、その時に食べきれなかった分の焼きそばをアレンジして、今日は食べたいなと思います。で、エリはですね、何がいいかなってよくわからないんですけど、片焼きそば、あんかけ焼きそばみたいな感じにしたら美味しいんじゃないかなと思って今日は作ってみました。それでは作った動画どうぞ。はい、これからね、ゴールのわからない料理を作っていくよ。まずは玉ねぎをみじん切りにして、牛と豚の合いびき肉を炒めていきます。そしてそこに塩コショウと、あとヤンニョムチキンのタレ余ってたので入れました。なんやかんやね、だしだとか味噌とか醤油とか適当に入れて、それっぽい感じのあんかけを作りました。はい、とろみをつけてね、完成です。そして、噂の焼きそばですね、カリカリに焼いていったんですけど、裏返したらね、ちょっとすごい気持ち悪かったのでモザイクをかけました。はい、そしてね、カリカリに焼き上がった麺の上にあんかけをかけていきます。そしてこのあんかけの上にチーズをとろっと乗せて完成です。はい、何この料理っていうね。はい、こんな感じで、ちょっと私もゴールがよくわからないので適当に、こうやったら美味しいかなみたいな感じで想像しながら作ったので、レシピというものはもう存在しませんはい、それで出来上がったものがこちら、じゃーん。と、牛豚の合いびき肉を使ってあんかけを作って、その上からチーズを乗せました。果たして美味しいのでしょうかはいいただきます。美味しいかな、美味しいのかな分からん。でも結構カリカリって音する。うおーおー、わーすごい伸びる。意外と美味しい麺がね、いい感じにカリカリと、まだ普通の部分とカリカリの部分とちゃんとあって美味しいです。うん、ちょっとしょっぱかったかな、もうちょっと薄味でもよかったかな。これなんて料理なんだろうこれなんて料理なんだろうね。あんかけ焼きそばでいいのかなうん、熱い。これちなみにこのチーズはね、なんかナチュラルチーズみたいな、グラタンとかの上に乗せるチーズとあととろけるチーズ1枚スライスのやつ混ぜました最近変なとこよく入るな
暑い。ちなみにこれはティッシュの箱です。暑い暑い暑い。ビッグエンジェル T シャツ新しい色出ました。好評発売中、よろしくお願いします。あんかけ意外と美味しい。何味かと言われたらよくわからないけど。カリカリ。なんか焼きそばの麺で細いからなんかベビースターラーメンのカリカリみたい。味付けにしたんです。あの麺が味ない手で作っちゃったから。でもこれ焼きそばの麺だったの忘れてて、もうちょっと薄味の方が良かったな。日々勉強ですね。多分このあん焼きそばよりもうどんの方が絶対美味しいな。うん、ちょっと今度うどんで、ね、うどん食べてみます。これですぎじゃない。見える？ここにめっちゃ汗かくんですよね私。熱っ。熱い。ピーマン入れても美味しそうだな。うん、うん、完食しました。あっという間に食べてしまいました。意外と美味しかった、うん、なんか適当に作った割には。肉と玉ねぎだけだ。具は
あとコチュジャンのやあニャンニョムソーニャンニョムソースと味噌、醤油、塩コショウ、だしだ、チーズ。ポンポンポン。はい、ごちそうさまでした。まだね、焼きそばまだ残ってるので、もう一回サブチャンネルにあげたいと思います。何作ろうかな、悩んでます。あと2つか3つぐらい候補は自分の中で決まってるんですけど、ちょっと悩み中です。楽しみに待っててください。はい、以上エリピオでした。バイバーイ。